こんにちは、ナオリンです。今回はですね、ちょっと私の本業にちょっと近いんですけど、関係するんですけれども、ティーバッグをですね、手作りしてみたいと思います。はい。じゃあちょっと、どうしてこのティーバッグを作るか。このティーバッグ用のですね、こういう、やつを使うんですけど、100円ショップでも売ってるんですけど、こういうやつね、こういうの使って作るんですけど、まあ、このままでもいいんですけれども、詰めてね。まず、ティーバッグを作る理由なんですけれども、ですね、私のクライアント、お友達でもあるクライアントなんですけれども、カフェインが苦手なんですよ。それでもって、あとはですね、いろいろと細かいことっていうかですね、ちょっと大変なことできなくてですね、ね、それで、こう、麦茶をずっと使ってたんですけど、夏の間ね。ところが、麦茶っていうのは、こう1リットルとかですね、そういう、なんていうんですかね、大きいやつで作るように、こういう大きい袋に入ってるんですよ。だから、いっぺんに作れちゃうんですよね。ところがですね、その、作った容器とか洗ったりとかですね、こういうのがちょっと厄介で、問題になってたんですね。それで、ノンカフェインのですね、ティーバッグを探したんですけど、カモミールとかであったんですけど、ちょっとね、高いんですよね、スーパーなんか売ってるの。それで手軽にノンカフェインのティーバッグ、一人前のですね、ティーバッグができないかっていうことを考えてて、麦茶を使って作ることにしたんです。はい。じゃあちょっとね、何を使うか、麦茶のティーバッグですね。あとはですね、こうハーブティーなんかね、いけると思ってるんですよ。あとは、粉のですね、レギュラーコーヒーなんかも、こういう風に作っ、ティーバッグ状に作っておくと、手軽にね、ちょこちょこと飲めるんですよ。で、ハーブなんかですといろんなブレンドしたものね、紅茶とブレンドしたりとかしたものを作っておくと、手軽に、使えるんでね。そして、なんといっても、洗い物をする必要もないし、掃除も必要ないんで、使うものはね、今回麦茶なんで、麦茶の、1リットル用っていうかね、そういうやつ。これ、えらい安いんでね、これノンカフェインで、ミネラルも豊富なんで、カフェイン苦手な人はちょうどいいんじゃないかと。お茶はね、カフェイン強いんですよね。あと、ウーロン茶もそうだし、あと、なんだ、ほうじ茶なんかもね、ちょっと強いんでね。麦茶が一番、そういう面ではいいと思います。まあ、麦茶のパックですね。あとはですね、すくうためのティースプーンですね。麦茶の場合は大体一杯、山盛り一杯ぐらいかな。一回分で使い、分けるときに使いますね。それとですね、ハサミはね、これ、糸を切るハサミと、紙を切るハサミを使います。あとですね、糸ですね。普通の100円ショップにある糸ですね。あと、ホチキスね。ホチキス。あとは、適当な、ちょっと厚めの紙ですね。これはね、ケントシカなんかの、かな。ちょっと厚めの、なんでもいいんですよね。印刷されててもなんでもいい。うん。あとですね、もう一つ、両面テープ。これはちょっと私の、アイディアで付け加えてもらいますけど、その辺を使います。はい。じゃあちょっとね、やってみますね。まずは、これ、麦茶のパックをですね、これを開けてしまいます。まず、これはね、いっぺんにね、20とかね、30とか作るんですけど、今1個だけ作ってみますね。でですね、こういうふうに開けておきましてね。で、このパック用の紙をですね、広げて、ティースプーンでですね、だいたい、こんなもんかな、このくらい入れます。
これね、大体ね、これでね、一パックで5個作るんですけど、いつもね。で、これでもって、これを繰り返します。はい。このぐらいね、繰り返しますね。こうね。そしたらですね、ここがね、味噌なんですけど、これね、一回折る。して、もう一回これ折り返す。こうですね。あとで、ブログの方には写真載っけとく。ここにも載っけるかな。そうしたらですね、これ、糸が登場するんですけど、この手芸用の糸ですね。これをですね、こう、折り返すんですよ。この辺がね、味噌ですね。これを折り返します、こうやって。見えるかな？これ、後で写真に撮るんですけど。これね、一回、こうやって、こっち側からこう回して、こっち側にね。そうしたらですね、これ、ポチって止めるんですけど、その時に、一発でやるんですよ。ポチってのね、この端っこ、後でちょっと、写真で乗っけないと分かりにくいんですけど、ポチってのは真ん中で止めちゃダメなんですよ。一番端っこの方で止めるんですよ。こう。そうするとですね、ホチキス裏側はこう折り返すんですけど、折り返すと、裏側までね、こう、これもね、写真じゃないと見えないからね。あとでここに乗っけるかもしれないけど、裏と表の写真乗りますね。そうするとですね、これ折り返してるんで、抜けないんですよ。はい。それで、適当な長さに、切ります。糸切りバサミで切ります。はい。そしたらですね、今度はですね、適当な、こんなような紙を用意しておきます。さっき言ったね。これをですね、この適当な大きさね、こう切ります。はい。そしたらですね、さっきの要領ですね、やっぱりですね、これ、こう、やって、こう折り返しますね。こういう状態にね、こう折り返す。この状態でさっきと同じようにですね、端っこの方になるように止めます。はい。そうするとですね、一発で、こう抜けない。これティーバック。こう、ティーバックですね。ができます。はい。それ、そうだそうだ。これに、プラスアルファ、ちょっと、両面テープをちょっと忘れたんで、ちょっと待って。100均で買って、でいいんですけれども、何でもいいんですけど、両面テープ。これをですね、ちっちゃく切ります。これですと、こう切って、これはね、糸切りバサミの方が切りやすいですね。ほんで、これもですね、またね、半分に切っちゃいます。こうちっちゃい、こんなちっちゃいやつを作りますね。そしたらですね、このさっき作ったですね、ティーバッグの、ここにですね、貼り付けます。ここに貼り付けます。最初はですね、これ貼り付けないでそのまま、袋に入れて保存してたんですよ。そうするとですね、これがね、なんていうの、たくさん寄せ集めるとね、絡まっちゃって、糸がね、絡まっちゃうんでね、ちょっと不便だったんで、こう、両面テープを付けました。それでですね、これをですね、くるくるくるっと、こう回しますね。それで、この両面テープを外してですね、で、適当にペタッと貼る。これで、こう崩れないんですよ。で、これのいいところはですね、これ外すのは、やっぱ、両面テープなんですけど、下側が布なんでね、簡単に外れるんですよ。外れて、で、なおかつですね、コーヒーカップ、例えばカップに入れますよね。これ今やらないんですけど、こう入れて、こう、この紙の部分をこう外に出すんですけどね。紙の部分外出すでしょ？そうするとね、取った、この両面テープが必ずですね、この四角い紙の方にくっつきます。それをですね、このカップの横にペタッと貼るんですよ。そうするとですね、お湯を注いだ時に、この、紙が中に入っちゃうっていうことがない。これはね、後からですね、私が追加したバージョンのものなんです。そうするとこんな感じでできるんですよね。
これをですね、今回ちょっとお見せしないんですけど、この袋をね、シールする、こう封印するやつ、ちょっともらって整備してですね、動くようにして、それをですね、こういうのを10個とかですね、20個ぐらいにまとめてね、袋に入れて、できればね、シリカゲルかなんか入れて、乾燥剤入れてね、で、シーリングしてれば、もう、1年やそこらは、こう保管できますね。はい。こんな感じのものです。すごく簡単なんですけれども、これ作っとくと、1回ずつですね、ティーポットじゃない、カップに入れてね、麦茶が楽しめるんです。で、大体ね、これで、ね、2、3回、下手すると5回ぐらい飲むっていう人もいるんで、お袋のお友達なんかにも好評で、やっぱね、夜なんかね、カフェイン気にする人はお茶とか飲めないんでね、こういう風に作っとくと、簡単に、できます。ゴミ、このまま捨てるだけですからね、簡単です。それでさっき言ったようにですね、このカモミールじゃねえ、これ、今回ジャスミンを、アマゾンで買ったんですけど、これをですね、ブレンドしたりとかして、楽しもうと思ってます。はい。以上ですね、このティーバッグ、簡単な、ノンカフェインのティーバッグの作り方を、アップっていうかですね、説明してみました。まあ、どんどん改善するんでね、また次の時に違うものができるかもしれないんですけれども、ちょっとね、やってみてください。お子さんなんかね、カフェインダメだったりとか、お年寄りとかね、そういうの人なんかは、まあ、煮出したりとかですね、急須に入れたりとか、結構、手間なんでね、こうしとけば、紅茶のティーバッグと同じような感覚でですね、使い捨てでできますんで、もしよければ試してみてください。はい。こんな感じで、説明しますんで、いろいろと、こう、お知らせしたりしますんで、チャンネルの登録をよろしくお願いします。あとはですね、ブログとか、オークションなんかで、これはオークションに出してるわけじゃないですけど、出しますんで、その辺の URL も説明のところに載せておきますんで、ちょっとそちらの方もチェックを入れてください。はい。これさっきカウンセリングの一つの、仕事のうちだって言ったんですけれども、なかなかね、カウンセリングって心を扱って、心を治すっていうかですね、そういうんですけどね、私カウンセリングやってて、つくづく思うのは、心だけではね、どうしようもないことってたくさんあるんですよね。そういう時に、例えば、すごく困ってることを、ちょっとしたアイデアですね、改善してあげる。そうすると、心に余裕が出てきたりなんかするんですよ。そういう方法はですね、人によってみんな違ってるんですよ。だから、僕なんかはクライアントをすごく観察して話し合っていろんなことを考えて一緒にね、それでこういうものを作っていくんですよね。そういうことで生活が改善して心も改善するっていう。心っていうのはすごくよく心の持ち具合だとかさ、言うんですけれども、そんなにね、簡単に心って変わるもんではないですし、辛い時にね、誰もがね、仙人やね、仏様に、みたいなね、まあ、釈迦とかですね、仙人とかですね、修行僧みたいになれるわけじゃないんでね。ですから、心も、心自身を変えていくっていうのも一つの方法なんですけれども、ただね、やっぱり辛い時には周りの環境とかですね、こういったちょっとしたアイデアで改善することがありますんで、そういうことを私のカウンセリングの中ではね、カウンセリングっていう枠を超えてですね、いろいろとやっています。はい。ということで、今日はどうもありがとうございました。どうも失礼します。ナオリンでした。